ゃんもう50点、いや100点目指してね、もう1秒に30問ずつくらい得あるから。それは楽しみでございますね。お、まあ、ちなみに、できればホロライブの平均点を上げていただければと思います。ホロライブの平均点はいくつなんですか。いや、やってからだ。それはそうそう、それは最後に聞こうね、うん、そうだ。あ、まあ、ホロライブの最低点数は1点です。はい、あ、なるほど。まあそんな感じでね、8点目指していこうと思います。いや、10点目指していきましょう。あー、なるほど、10点。10点以上取れたらチョコがご飯おごります。あー、本当ですか。え、ちょっと目指します。10点、うんうん、お願いします。うん、珍回答を楽しむのか真面目に、うん、本当にもう真面目にやるのかどっちがいいの。あ、真面目にやってほしいです。え、真面目。あの、ホロライブの平均点を上げていただきたいんです。チョコはあの、ガチめにホロライブの平均をどうかボタン様上げていってください。わかりました、頑張ります。できるかな。よろしくお願いします。緊張する。はい、多分ね、真面目にやっても多分大丈夫なやつです、これは。あ、本当に真面目にやった方がいいやつ、はい、うん、そう。あ、わかりました。じゃあガチでやります。なんとかしてくれ、ホロライブを頼んだぞ。任せろビー。スタート。三角形の内角の和は、三角形の内角の和は、正解。あ、違う、180度で書かれている人物は誰。正解。正解。5000円札で書かれている人物は誰。5000円札で書かれている人物は誰。野口さん。5000円札は、正解。3階、何が固まったもの。野口さん。9000円札。正解。X 線を書かれている人物は誰。9000円札。正解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 。何が固まったもの。3階栄養素とは、正解。今な、正解。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 すべてで演習の一部分のことをこというが、では演習の一部分のことをこというが、では演習の二点を結んだ線を何番で一番高い山は富士山。では二番目は、面積が一番小さい面積と重さの部分の名前を何という。面積が一番小さい、一番高い山は富士山。それでは二番目は正解。高尾さん、甲子園球場がある都道府県は、みんなは何の出身。甲子園球場がある都道府県は、奥内町の都道府県が合併した市は、東京都市、大宮市、与野市が合併した。4月29日は日本の国鳥は、すごい小さい。4月29日は一時計画作られた理由は何の日。パース。甲子園球場がある都道府県は、大阪。炭素を含まない化合物を何とする。海上自衛隊の船の乗組員が金曜日に手を伸ばして合併して誕生した市は、大きな動物病院で犬を飼っているのは何のため。耳かきのふさふさの部分を何という。文科省も確か、あれ、正解。正解した気が。正解。炭素を含まない化合物を何という。 WWW は何の略。4月29日は何の日。アラカルトって何。では、インナーは何の日。正解。正解は何の趣旨。100円ライターの中に入っているバスの名前は。正解。残り1分。100円ライターの中に入っているバスの名前は何の日。茶室の入り口が小さく作られた理由は何。正解。台風で最も高い状態は、入り口が小さく作られた日本の国境って何のこと。台風の表面温度は作られた理由は。桃太郎が家来的に与えた食べ物は何。残り10秒。正解。世界で一番使えるというと、上の方でいこう。日本の国境は、電圧イコール電流かけるという名前を何の国境。桃太郎が家来たちに与えた食べ物は何。そうそうじゃないの。正解。世界で一番足め深い水に含まない化合物を何という。ペッペッ
で、最後、海上自衛隊の船の乗組員が金曜日にカレーを食べるのやまる。よし、パス。リンナンは何の趣旨？何かを失わないため。正解！100円ライターの中に入っているガスの名前は？油。茶室の入り口が小さく作られた理由は？忍者が入ってこないため。ペン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 。まあ学力なんてね、まあね、実際あんまり使わないからね、普段の生活上。そう、うん、ホルカ様おめでとうございます。やった、7点でございます。マフマフドンドンドン。え、喜んでいいんですかそれ。だってさっきの最高得点、うん、あれ、お、なんかいまいちネタにもなりきれない得点ですね。あ、でもね、安心してほしい、ホロライブのホロライブの平均、はい、なんと、はい、7点でございます。平均点。どうでした、何点取りました。え、自分今何点取れたと思う。いや、わかんないです。7点ぐらいだと思います。15点です。おめでとうございます。ありがとうございます。やば、え、あれすごい、ホロでこんな過去取れた人いたっけ。 A ちゃんもそんな同じぐらいか、確かに。やばい、 ありがとうございます。すごい、ごちせー来たな。これは来たぞ。やったー。ありがとうございます。おすごい、まだドキドキしてる。これ最高得点出たんじゃない。なんて28点でございます。おめでとうございます。やったー、ガチでー。ガチ、やったー、ありがとうございます。これほんと真面目にやってよかったやつですか。え、マジで真面目にやってくれて。ありがてー、最高得点だ。え、本当に、すげー、ありがとうございます。え、100円ライターが分かんなかった。あれ何ですか正解。ブッタン。ブッタン、うん、はぁ、これ分かんなかったですね。え、いや、これめちゃくちゃありがたい。もう本当ありがとう。いや、ありがとうございます。よかった。いや、もうちょっと今度あのボタン様が、あの食べたいものちょっとおごりますわ。え、本当ですか。何できありがとう、本当に。いや、これはマジで感謝だわ。ありがとう、ホロライブの平均点を割れてくれて。あげましたかね。大丈夫ですかね。最高得点がホロライブで出ると思ってなかったから、めちゃくちゃありがてえ。よかったよかった。それでは